荷下ろし完了です。今日はまた伊賀の方まで行って積み込みになります。もうね、また高速でビヨーンと向かっていくんですけど、お、なんかトレーラーがすげえぜ、煙突マフラーがついてるぜ。しまった。さて今日もぼちぼちと向かっていきましょう。前どこやったっけ、燃料入れたの。岡崎やったっけ。また今日も岡崎で入れようかな。おー、なんか桜が咲いてますね。桜、今日は結構あれですね、天気予報見てないですけど曇りなんですね。わあ、そこ綺麗やな、茶畑の上になんか桜みたいなの咲いてて。そういえば前コメントで1日どのぐらい走るんですかってあったんですけどね、どのぐらいかな。まあその日によるんですけどね。何その答えって話ですね。どうかな、まあね、やっぱ本当その場所場所にもよるんですけど、まあ、400ぐらいかな、多い時と少ない時とあると思うんですけど、まあ、大体そんなもんじゃないですかね。もうちょっと走っとるかな。まあ、もうちょっと走っとるときは今みたいな工程で走るとちょっと距離いきますよね。ただ普段積んで帰ってやったらどうなんですかね、1日400キロぐらいじゃないですかね。もう桜が綺麗やね。そういえば前好きなお菓子は何ですかみたいなあれもあったんですけどね、行ったことあったっけ、好きなお菓子は何ですか。はい、覚えがね。年寄りかって話です。とりあえず僕の好きなお菓子はもう1位はもう間違いなくポテチです。の薄塩です。しかもカルビーです。小池屋でしたっけ？あれとかじゃなしにカルビーが好き。もうそれはもう変わらないですね。ずっと。そう、それですね。しかもやっぱ薄塩がやっぱ一番いいかな。他の味も食べても美味しいけどやっぱ塩が美味しいかな。あとなんやろ、あとはまあ似たような感じで何でも食うかなって感じ。今日はあれ回ってないね。あれなんやろ、風力発電のあれも風車なんかな。あれ風車って言うんかな、風車やよね多分。いいなあ、あれ絶対かっこいいなあ。しかもなんかあの風車のあたりに桜咲いとるじゃん、あれ。うわ、絶対かっこいいぞあれ。いいなあ、あれ良さそうやなあそこ。そんなとこばっかしか見てないで、ね。とりあえず今日行く荷物とか前までちょっとなんかできとらんみたいな感じで結構ちょっと待ちみたいな感じがあったみたいなんですけど、昨日うちの会社の人が積みに行ったんですけど、そしたらもう結構作り置きがもうダーッと置いてあったよみたいなこと言ってたんで、行けば多分スッと詰めるよなんて言ってくれてたんで、もうちょっとちゃちゃっと積んでまいたいですね。さてもうちょっとでね、岡崎のサービスエリアにね到着するんですけど、ちょっと燃料を入れるのと
とか行けるか。430のことを考えて、なんとか行けるか。燃料入れないとね、もう半分なんで。じゃあちょっとね、積み込みの方へね行ってきたいと思います。ちょっと雨降ってきたんでね、どうなるんやろうって感じですね、積み込みが。はい、とりあえずね今積み上がりましたね。熱っ、なんかすごい汗出る。よいしょ。前よりもなんかちょっといい方法でね、あのラッシングかける方法がすげえ、なんか前ちょっとかけるのに手間取った部分が改善されてましたね。めっちゃかけやすくなってた。さすがですね。よしよし、こんで今午前中には積み上がったんでラッキーですね。とりあえず走っていきましょう。Check the mic and make sure it sound right, boys.Sound right, boy.